帯が局所的に地表近くまで下がってるらしい。こんな状況は初めてだな。怪異の数もかなり多いし、難しい任務になりそう。なんだ。 アリスさんは断絶の帯に触れてしまったことで怪異化したんですね。断絶の帯があんな地面の近くにまで降りてくることがあるんだな。かなり珍しい現象だと聞いている。俺もあそこまでの効果は見たことがないな。おい、さっきのあの怪異の姿。ええ、お姉ちゃんと一緒に戦ってくれた人たちの中にいたわよね。そうか、あの怪異がやはりそうだったのか。 カソネたち、アリス・オバ様に会ったの？セーラの研究施設にいるんだっけ？え？そうなると、カレンはそれを知った直後にレッドストリングスを使ったってことになるのか。それじゃ、兄さんの目的は？会ってみればわかることだわ。ここにカレンがいることは、もう間違いないでしょ。気になることはあるけど、目的を忘れないようにしよう。 俺たちは彼に協力してもらうために来てるんだから。力が入らない。 攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。
動けるか。
自分の無能さにつくづく呆れるぞ。この歴史は不要だ。そう、荒はばきの言っていた通りなら、また最初からやり直せばいい。レッドストリングスでアリスを。なんだ今のは。カレンの感情が頭の中に流れ込んできたような。過去へ飛んだのはやはりアリスのためだったんだね。けど何度もってどういう意味だ。それに荒はばきがどうとか。何度もか。過去を変えても必ずアリスが助かるとは限らない。未来は不確定で移ろいやすいものだからね。アリスを救えないと確定したら再び過去へ飛んで歴史改変をやり直す。それはアリスおば様が助かるまで永遠に時間跳躍を続けるってことですか。ねえ、カレンはあの後時間跳躍したのよね。でも今この瞬間アリスさんは亡くなっているわ。過去へ飛んだけど歴史は変わってない。あんな兄さんは初めて見ました。どちらにしろ私たちの手がかりはカレンだけよ。何が何でも。爆発するタイプのカレンは面倒だね。距離を取っておかないと巻き込まれるよ。火を使って気が効いてる。今の星は弱点か。
受け取って。Thank you.
受け取って。いいよ。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。心配したぜ。みんな無事で安心したわ。どうやら脱出できたみたいで、カレンのいる場所は近いかもしれないわ。あれは、カレン？いえ、ヤクモと言うべきなのかしら。本当にここにいたんだな。コールドスリープから目覚めてたのか。
待って、何かの装置が動いてる。ヤクモ、どういうことだ。カレンが二人。なぜお前がここにいる。この状況は何だ。聞きたいのはこちらだ。俺が2000年前の時代へ飛び込もうとしたところで弾き出された。なんだと。なぜ時間跳躍が失敗したのか説明しろ。荒はばきの制御層で手を貸したはずだ。しかし貴様か。何を言ってるんだ。さっさと全ての情報をよこせ。どうやら私の懸念は杞憂じゃなかったようだね。同一人物が出会うとどうなるか、これが答えか。何が何だかよくわからないが、結局カレンは過去に飛べず今ここにいるということなのか。この記憶は。なるほど、やはり奴の超能力が必要なのか。さてお前たち、なぜここにいる。こんなところに何の用だ。カレン、あなたに協力してもらいたいことがある。クナドゲートを消滅させるために力を貸してほしい。さっきの話は聞いたわ。あなたが2000年前の時代に接触した時にもつれが発生してしまったのよ。それが残っている限りクナドゲートは消えないの。だからもつれを解くために。強行手段に出るだろうと思ったよ。兄さんの超能力でもレッドストリングスを維持するのは難しかったんだね。だからサイコピーを。抵抗は時間の無駄だ。俺がレッドストリングスを手に入れるのは必然。カレン、前から疑問だったのだけど、あなた一体どこでレッドストリングスの知識を。荒はばきからだ。荒はばきの中の俺自身の記憶というべきか。さっき俺と一つになったがな。荒はばきの中。コールドスリープしたヤクモは荒はばきとつながっていたってことなのか。生きた人間を荒はばきに組み込むなんて。何を驚く。荒はばきに一体いくつの脳が生体回路としてつながれていると思っている。聞きたくなかったよ。荒はばきもベイブと同じ脳を組み込んだ生体コンピュータだったとは。荒はばき制御層で俺たちの脳が強制侵入されたこと。それに先ほどまでのあのおかしな空間、全てはヤクモ、成り変わったお前の仕業なのか。そのようだな。あれは眠っていた俺が荒はばきを利用し展開していたブレインフィールドだ。ここを秘匿するためのな。ここで荒はばきとつながって2000年間あらゆる情報を手に入れて。カレン、時間跳躍をしたい気持ちはわかるけど、それじゃまたもつれが生まれてしまうんだ。だからなんだ。俺はどんな手を使ってでももう一度問う。兄さん。そう、協力するつもりはないのね。話を聞いてくれ。ユヒムカのこと、月のこと、問題は山積みだけど、世界が終わってしまったら何も解決できない。滅びの未来じゃない、
新しい未来を作らなきゃいけない。こんな歴史を紡いだ世界に価値はない。俺は過去を変える。アリスさんを助けたいという思いは理解するわ。でも理解などいらん。でも俺の役に立ってもらう。邪魔はさせん。これまでの経験を思い出せば役に立つはずです。多くの視線をくぐったおかげで今があるんですから。それに気づいたか。かすれ。もっとだ。攻撃を集中させる。避けられるか。俺の超能力の出番だぜ、ユイト。連れを解かなきゃいけないんだ。俺は認めん。
人でどれだけ多くの超能力を使ってきても、私たちはさすでそれに対抗するまでよ。そんな簡単に思い通りにはさせない。ちゃんと話をさせてくれ、カレン。黙れ。どこまでも鬱陶しいな、貴様らは。これは。兄さん。カレン。何が起きてるんだ。そうか。2000年。いや、幾千の記憶と望みが。すべては踏み台に過ぎない。貴様らも、世界も、そして。何なの？Got it!
雑魚が潰れても俺は倒せん。力を貸そう。これで私はサボれんな。いけんぞ。Yeah!
るか。全部俺がやってあげるよ。俺にできないことなんてなんじゃ。好きだらけだな。体が甘いと無駄だ。さあ倒せ倒せ倒せ。今こいつを倒すんだ。許しても俺は倒せん。同じようにどこかで盾が出るはずだ。
近づいてどうする？一人でも繋いできたみんなの思いは一緒にある。俺は一人じゃない。一人のお前には負けない。ユイト、私が守るからね。僕がいないとダメらしいな。いや、僕が花火死ねえ。よかった、無事だったんだな。ユイト、絶対大丈夫だって信じてたよ。おい、ぼさっとするな。僕が来たからには形勢逆転だ。耐えられ。ヒーロー参上ってな。私がユイトの目になる。見抜いたか。間に合ったみたいね。重ね、
ありがとう、カサネ。また助けられちゃったな。そうね、私あなたのピンチに縁があるみたい。昔からね。本当にな。やろう。俺は止まらん。次こそは必ず。俺たちの力だけじゃない。これまでに結んできたたくさんのつながり、その全部の力で。限界でしょ。諦めなさい。これ以上戦う意味はないだろう。まだだ、まだ俺は。カレン、どけ、吹雪。カレン、もうやめてくれ。君が一人でそんなに苦しんでいたなんて。でももういい。もう十分だよ。僕もアリスも君がそんな風に苦しむところを見たくない。黙れ。この世界で生きていかなきゃいけないんだ。アリスのいない世界で。君の気持ちは分かってる。だけど受け入れよう。ここで生きていこう。俺たちに協力してくれ。もう一度言うわ。クロノスターミナルへ行って、私たちと一緒にもつれをほどいてほしい。大切な人にもう会えない辛さは俺にもわかるよ。だから納得してくれなんて言うつもりはないけど、だけど
俺はこの世界の未来を閉ざしたくない。絶対に譲るわけにはいかないんだ。過去を改変しても望む結果が得られなかったから、これまで何度も繰り返してきたんでしょう。もう終わりにしたらどう。あなたのことを大切に思っている人のためにも。カレン、未来を、この世界の明日を一緒に作ってほしい。そっか、ここが果てというわけか。ならばそれも一つの選択か。協力してくれるんだな。お前たちの希望は叶えてやる。カレン。だがクナドゲートをただ消滅させるだけでいいのか。吹雪、お前なら可能性に気づいているだろう。それはカイとスメラギが実行しようとしていた断絶の帯をクナドゲートに吸い込ませる計画か。なるほど、クナドゲート消滅のついでに厄介者も道連れにしようというわけか。だけど兄貴の計画は実現不可能だぞ。俺の超能力で断絶の帯を動かすなんてことは。私とユイとの重力操作能力ね。確かに二人でやってもそこまでの力はとても。荒はばきを利用すればいい。確かに荒はばきが生体コンピューターなら脳をサスで繋いで超能力の底上げが可能かもしれない。可能だ。荒はばきはあらゆるシミュレーションを数百年かけて試し続けてきた。アリスを怪異にした断絶の帯を君も消滅させたいと考えていたんだね。しかし荒はばきで増幅される大出力に。やってみせるよ、少しでも可能性があるなら。理論的には可能なんでしょう。だったら試すべきね。ならすぐ準備にかかろう。荒はばきを使うにもカレンの身柄は。私たちはクナドゲートのところへ行きましょう。これって俺の先祖はカレンだったってことになるのか。ユイト、今行くよ。念のために言っておくわ。必要だからコピーさせたけど、もしおかしな真似をしたら。心配するな、クナドゲートは消してやる。荒はばきの準備はできている。荒はばきとの連結もオペレーションするけど。頑張ろうね、カサネ、ユイト。僕たちもサスで二人をサポートします。必ず。みんなにも大きな負担がかかると思うけど、力を貸してくれ。私たちならできるわ。これまでも何度も力を合わせてここまで来たんだから。荒はばきへの接続準備。それじゃ、はっ。荒はばき、サス接続開始します。お前たちは断絶の帯に集中しろ。
荒はばきの制御は俺がやる。2000年繋がっていた俺なら可能だ。わかった、頼む。信じるわよ、カレン。この世界を救いたいというのならば証明してみせろ。クナドゲートに吸収されていきます。 すごい断絶の帯がどんどん消えてく。うまくいった。ありがとう、カレー。断絶の帯はもう大丈夫そうね。ならこのままクロノスターミナルへ行くわよ。ああ、レッドストリングスに集中して。そう、これで最後だ。ユイト！おい、カレン。やはり俺には諦めることはできない。過去へ飛び、アリスが助かる道を探す。ダメだ。待ちなさい。お前たちの希望は叶えてやると言っただろ。俺はもうヤクモになるつもりはない。もつれは確実に消失する。兄さん、やっぱり。それはつまり君が命を。これが最後の跳躍だ。勝手なことを。カレン！兄さん。何が起きたんだ。見て、クナドゲートが。綺麗だ。私たちやったのかしら。クナドゲートが消えたということは、兄さんは。ルカ、
さっきの赤い糸の香水はレッドストリングスだよな。ってことは、カレンが過去へ飛んだことで世界に何か変化が起きた可能性が。クナドゲートが消えた以外にも。あ、ついぼーっと見とれちまったが、そういうことならすぐ調べる。やるぞハルカ。遅いわよお兄ちゃん、もう始めてるわ。守れたんだよな。滅びの未来から救っただけじゃないわ、断絶の帯まで消滅させたのよ。私たちとカレンが。うん、新しい未来を救ったんだな。君にも見せたかったよ。今調べられる範囲だとこのくらいね。もっと詳しく調査してみるべきではあるが、私たちが知る歴史とおおむね一致はしているようだ。だけどこれ、吹雪連隊長、断絶の帯が消滅したと各所から報告が上がっています。それにクナドゲートが急に消失して一体何があったんですか。詳しい報告は追っておくな。まずはニューヒムカセ。吹雪、あなたも来てたの。アリス。何、そんなに驚いて。ほら花火も一緒だったのね。アリス、君は、いや、まず確認したいことがある。カレンのことだけど。カレン？カレンって誰？しているだろう。いや、遠慮しても。僕はそういうものに頼らない主義だ。じゃあ来週に行かないし、緊張しちゃうよ。楽しそうですね。その記事出たら教えてくれ。準備すればいいでしょ。じゃあ俺も一緒に行くぜ。ユイト、ごめん遅くなったか。
で、まだ吹雪連隊長は来てないんだな。ま、全員揃うまでのんびり待ってようぜ。ここの桜は変わらず美しいな。歴史が変わっても瀬戸も凪も彼らの死がなかったことにはならなかった。奇跡を願わなかったといえば嘘になるが、現実から目を背けるなということなんだろう。我々だけが歴史の変化を認識しているのは、どうやらユイトと重ね、君たちに関連がありそうだ。あの世界改変の時、君たちレッドストリングス能力者とサスでつながった状態だったことで、我々もまた世界を観測する側になったといったところだろう。アリスさんが生きる世界、兄さんの望み通りになりましたが、それは結果論に過ぎません。兄さんのやったことはやはり間違っていると。ですが、あの最後の時、兄さんの思いに同意はできませんが、今はこの世界を受け入れようと。私ね、月面調査プロジェクトに志願しようかなって思ってるの。月の人たちの生きた場所を見てみたい。そうしたら少しはトゲツがしようとしていたことが理解できるかもしれないから。月からじゃテレパシーは届かないかもしれないわ。お兄ちゃん寂しくて泣いちゃうかしら。超能力がなくてもサスなんかなくても、お兄ちゃんもユイともみんなつながってるわ。超能力ならぬ超心力でね。青い空って綺麗。日の光も前より暖かく感じるような。断絶の帯がなくなったこと、きっと植物たちも喜んでると思う。アジトの鉢植えもたまには外に出してあげなきゃ。カゲロウも手伝ってくれてる。ベイブが停止した時に冷凍睡眠装置も機能停止したみたいでな。俺の昔の同僚たちは政府に身柄預かりになったらしい。まあベイブがなきゃあいつらも何もできやしねえさ。かくいう俺もかなりヤバい立場だけどな。俺たちが知ってる歴史って俺たちの頭の中にしかないだろ。俺たちが生きた歴史を架空歴史小説として残すんだよ。ユイトも協力してくれよ。もちろんユイトが何かするときは俺が全力でサポートするぜ。ユイトが海抜群をやめてもそれは変わらない。これ二人だけの秘密だからな。今の歴史ではセイランと共に反乱を起こしたのはカレンではない別の海抜群隊員ということのようだ。僕も顔くらいは知っているベテラン兵だが、正直カレンと同等の存在だとはとても思えない。だが歴史はほとんど同じ道をたどっている。人間の理解を超えたことが起きたとしか言えないな。ユイタ、スメラギ議長、あなたのお父様のことはこの新しい歴史でもトゲツの犯した罪も変わらない。私も加担した一人として償いをしていくつもりよ。トゲツの解体にも協力していければと思っているわ。アリスおば様、すごく優しい人だよ。未だにどう接したらいいのか。
そうそう、お父さんとお母さんから伝言、ユイトにぜひ家にご飯食べに来なさいって。みんなで食べた方がご飯も美味しくなるし小さい頃みたいでちょっと懐かしいね。吹雪連隊長、遅いわね。こちらから連絡を入れた方がいいかしら。ところで、みんなとは話さなくていいの？ああ、大丈夫。すまないみんな、待たせてしまったようだね。こうして全員が集まるのは久しぶりね。みんな変わりないみたいで。大した時間は経っていないだろう。むしろ忙しすぎてあっという間だったよ。ああ、休みたい。嵐は特に連日マスコミに引っ張りだこだもんな。マジお疲れ。この辺りの会議にも特に変化はないようだな。断絶の帯が消えて新たな会議は降らなくなったが、地表の会議が急に減るわけもない。ああ、俺もまだまだ退役はできんようだ。そうだよ、ゲンマ。私たちはこれからもみんなを守っていかなきゃだしね。怪異 UFO も地表の怪異の分布を観測するシステムに変えていくって話みたいよ。いろいろ少しずつ変わっていくのかな。さて、それじゃここへ集まった目的を果たそうか。これでいいかな。みんな、今日はありがとう。彼のために。結局、彼のことを覚えているのは。世界が変わって。だけど俺たちだけは、その改変からは例外になっちゃったみたいだな。まさか、自分の存在をなかったことにしちまうとはな。望み通りに世界を変えた代償、なのかもしれません。兄さんを対象なんて思っていないだろうけど、僕を一人っ子にするなんて、本当に兄さんは勝手だよ。僕たちが覚えている限り、カレンがなかったことにはならないよ。この世界に確かに彼がいたということを、僕たちは、ちゃんと知っているんだから。はい。さて、んじゃぼちぼち帰りますか。どうせなら周辺の会をある程度討伐しながらキロに着くとしよう。ふう、相変わらず真面目だね。自分から進んで仕事を増やすとは。ユイト、超能力の方はどうなの？今のところ大きな変化はないかな。もう少し海抜群を続けて落ち着いたら退役するよ。その後は？やりたいことはいろいろあるんだ。俺みたいなベルペッパーでも生きやすい世界にしたい。世界を変える、なんて。それから、親父たちがやってきたことにも向き合いたい。俺も、やっぱり、スメラギ家の人間だから。あとは、重粒子のことも気になってる。重粒子？断絶の帯はもうなくなったでしょ。ああ。でも元々宇宙から来た物質なんだろ。大元が消えてないなら。だから、重粒子をもっと詳しく調べて、怪異化を防いだり、治す研究も続けていくべきだと思う。あなた、そんなことまで考えていたのね。じゃあ、政府に関わっていくことになるのかしら。やっぱりそういうことになるのかな。でも俺、政治家向きじゃないし。そうかしら。最近のあなたなら、割と向いていると思うけど。ええ、本当かよ。向いてるかはわからないけど、俺、大学に行こうとは思ってるよ。政治をちゃんと勉強したいんだ。親がそうだったからとかじゃなくて、ニューヒムカを変えるために。カサネも決めたんだろう。ええ、
行くことにしたわ、月へ。そっか、ずいぶん距離は遠くなっちまうけど、それでも同じ世界にはいるんだもんな。私たちはいつだってみんな一人よ。でも一人だからつながれるんだって知ってるもの。どこにいてもそれは同じ。カサネ、俺これからもここで生きるよ。Thank you.